再開前とかでも筋トレした方が怖いです。これスクワムです。はい、こんにちは、クライミングチャンネルです。今日は、田中俊太選手、同じ日本代表の田中俊太選手にお越しいただきましたので、お願いします。今日はよろしくお願いします。まあ、基本的にこのクライミングチャンネルは、はい、日本クライマーメーカーっていうやつはまあ、トップクライマー、はい、日本代表がそういうレベルの人たちに、まあ、インスタグラム、クライミングチャンネルのインスタグラムのアカウントでどういうことを聞きたいですかっていう質問を集めた上で、そこから何個かピックアップして、はい、僕が代わりに聞いてきますっていう企画なので、答えていただけますか。まあ、大丈夫です。何でも聞いていい。大丈夫です。結構ぶっ込むよ。じゃあ早速、今はリードとボルダーどっちをメインで選んでますか。あー、リードです。リード、はい、リードの方が好き。好きですね。ボルダー嫌いで。いや、あんま好きじゃないです。なんで。じゃない、あんまり外とかも嫌いなんだ。外岩とか、外岩のボルダーあんま行かないっすね。大会中止になっちゃったんで。そう、子供の頃は水垣、大山とか、まあ、新潟住んでるんで、まあ、3時間ぐらいかかるんですけど、よく行ってました。新潟の方、いや、あんまりないな。ないっすね、もう近いので。大山、水垣、大変だね。大学はこっちに来る。あ、そうです。人大です。あ、人大、あの、壁もある。人大って言ったら、ね、山の木のこと、野虫、野虫、尾形先輩。ああ、そうか、尾形先輩、海君か。からの田中俊太。すごいね、人大。続けたら、はい、いいね。そうだ、去年、あれね、2018年、ワールドカップ、はい、2回決勝も出てた。すごいね。おめでとうございます。ありがとうございます。見てて、え、早くないっすか。ああ、なんか、初めて。やばーっと思ってたけど。嬉しかった。あ、嬉しかったっすもん。やっぱ決勝緊張した。いや、決勝はあんま緊張しないですね。もう予選が一番緊張した。予選が緊張落ちらんねえ。そう、決勝は楽しめるんですけど、そっか、戦はもうなんか一番緊張します。そっか、決勝とかもそこまでいっちゃったらもう結構、あ、もうやるだけ、思いっきりやるだけやるんちゃうんで。いいね。でもそれはすごいいい経験だったな。クライミングを始めたきっかけは何ですか。では両親がやってたんで。あ、そうなんですか。もう赤ちゃんの頃から。マジ。まあ、連れてかれてました。岩場にサラブレッドじゃん。一応ワールドカップも出たことがあるんです。そうだったの。お父さんワールドカッパーだったの。なんかまだその予選会とかが、うん、岩で大会あるみたいな。あ、ジャパンカップがまだ、あの、まあ、外岩でやるみたいな。で、なんかたまたま勝って、なんかユージさんと行ったみたいな。あ、そうだったの。なんかオーストリアウィーンに行ったとか言ってました。マジ、それ初耳だわ。いや、もう全然ダメだったらしいですけど。田中勉さん、はい、全然お父さんすごいね。2代にわたってもクライミング、日本のクライミングを。じゃあ普段どういうトレーニングをしてるんですか。普段は、まあ、普段家で登ってるんですけど、うん、家の壁で。家に壁あるの。はい、マジ。周りに新潟のめっちゃ田舎なんで、うん、もう1時間ぐらいしないとジムないんで。マジ。もう親が作って。ジム作ったの。で、まあ、そこで平日は登ってます。ジムに壁あるっつって最高のトレーニング環境で、そこでもうひたすら、まあ、毎回同じメニューになってるんですけど、長物と、うん、ボルダーの課題連続で登るみたいな。具体的にどういうメニューなの。まあ、初2段ぐらいのやつを、まあ、10本ぐらいを、まあ、なんだろう、2、30分以内で、うん、まあ、毎回登るんですけど、お、結構めっちゃ息切れて、結構ハードめっちゃハードなんですけど、まあ、持久力もボルダー力もアップすると思います。じゃあね、その20分以内決めて、その自分の、まあ、ギリギリ登れる、すぐパッと登れる登れないぐらいのギリギリのグレードを10本っていうのを登るっていうのを1セットでトレーニングして、それ何回ぐらい。それはもう1回です。1回に1回。あとは何をしてる。あとは長物5本あるんですけど、それを5回1回ずつ全部登ります。それは時間とか特に決めないで。決めないで。長物を何手ぐらい。まあ50って、まあ、大体 13A から 13C ぐらいの5本
5本やって、でボルダーその20分のセッションをやって、それでまあ、あと仕上げに、うん、キャンパスボードを最後に、まあ、それでちょっと追い込む。キャンパで追い込むと。それで帰って、帰ってジムジムジム。そうそう。で、まあ 筋トレも週平日2回ぐらいします。あ、筋トレ。どの部位の筋トレ？腕立てと懸垂っていうのを、うん、単純なことしかしないですけど、それ週2回週2か3ぐらいか3。じゃあその筋トレ腕立てと懸垂は何回何セットぐらい？筋トレはまあ大体10回やって10秒休んでを、うん、かける5をかける2みたいな。100回。ああ、腕立て、懸垂、それぞれ100回ずつ。そう、懸垂は60回。60回だから、懸垂は腕立て100回と、はい、懸垂を60回。それは結構やってます。腕立ても、なんだろう、三頭筋は意外と使うもんね。はい、なんか筋肉邪魔だと思うんですけど、なんか僕は。した方がめっちゃ、うん、登れる。ありますね、はい、大会前とかでも筋トレした方がやっぱそうまあ下がります。じゃあその長物をやってでボルダーから20分で10本やるっていうのと、キャンパスボードやられて筋トレが、はい、帰って、はい、いつもどこで登ってる？土日はもう大体関東来てます、ね、あ、土日は関東来るんだ。関東来てお父さんが送ってくれるんですけど、うん、3時間くらいかけて。マジで、はい、そうだね。本当昔からそんな感じです。感謝してる。もう本当めっちゃ感謝してます。これ使っていい？じゃあこれ、ね、いろんな人からね、なんでこれみんな聞くのかわかんないけど、ピンチってどうやったら強くなりますかっていう質問をする。いやー、俺ピンチが一番苦手なもんだ、ね。俺が知りたいね。あのフラットのサンダーバードとかあるじゃないですか。あれとか。コンペで出たら、うん、その瞬間、まあもうだからメンタル的に終わってそう、だからパッとピンチはもう出た瞬間泣いちゃいますね、見た瞬間。でもそれなりにこのピンチ用の対策とかはしてるんですね。いや、もうずっと逃げてました。もうずっと逃げてます、まだ逃げてます、逃亡中もう大体パッとピンチも、うん、もう親指回さないで頑張ってこうやって体が効かして、それが やんないです。いやや, ってやってよ。どうやったら強くなるか研究集会しようかしたいっす、ね、したいっす。レストの日はいつも何をしてるんですか？いや、家で寝てます。それね、誰かも言ってたんだよ。ほんとひたすらゲーム、とか言うし、なんて、なんのゲーム？スマホゲーム勉強はしたしない。勉強嫌いしない。家で寝てる。新潟ってすることないの？新潟ないっすよ。近くになんもないんで、10時ぐらいまで、うん、運動しなきゃって思いながら寝てるんですけど、10時ぐらいになってもやっと、はい、ランニングしなきゃと思って。どんぐらい走るの？いや、でも大きいのじゃん。週どんぐらい走るの？いや、もうレスト日だけです。レスト日だけ。あ、じゃあレスト日にしてるのはランニングなんだ。ランニングです。基本的にはランニングをレストにすると、ちょっと運動しなきゃと思う思いが。おお、やっぱそういうのあるんだ。はい、代表ないクライミング以外で、なんか得意なスポーツとかあの、小学生バスケやってました。あ、そうなんだ。バスケ出身。意外とできます。意外すぎる。意外とっていうか、まあ、期待させるね。結構いいと思ってた。県大会出たぐらい。おお、バスケ県大会出てた。その頃はもうクライミングやってた？やってましたね。ずっとやめたかったっす。クライミングをやめたかった？あ、いや、あ、バスケもやめたかった。地域のミックスクラブ入ってたんですけど、きつくて、監督が怖かったんで、ね、ずっとやめたかったんですけど、で、中学入ったの機会にやめました。やめて、そこからもそのクライミング、そうですね、ずっと一筋。その頃から見かけるようになった。そうだよね。その頃からちょっと成績残し始めました。だよね。そっからもうバリバリ来てたの。食事で何か気をつけていること？いやー、俺大会前以外はもう好き勝手くるんですけども、大会
回2週間前ぐらいになるとちょっと気にし始めて2週間前ぐらいバランスとか何も考えないでもうとりあえず痩せることだけを考えて、おもう昼飯抜いたり、いや、本当バカ一番バカなやり方なんですけど、それはダメだ。大体1週間前になると学校に弁当持っていかないで我慢してます。昼ご飯どうなのそれ？いやすごい。すごいよ。でもなんかそこまで健康的にこう食事してってるなら逆に全然ある程度としても。昼飯は全然食わないですね、普段から。そうなんだ。朝ごはんいっぱい食べて、うん、昼ごはん食わないでって感じです。まあ、健康に悪いかもしれない。コンペ中何を考えてるんですか？コンペ中どういうことを思いながらこう課題に打ち込んでるのか。まあ基本リードだもんね。リードの前は、うん、ルートできるって思わないで、あ悪いんだなって結構、うんうん、マイナスなイメージで、はい、うん、入りますね。なんかあこれ悪そうだなって思って挑むと、そうなんか切り返してくる。いけると思ってるとなんか急に悪いの来たらなんかビビっちゃう、焦っちゃうんで、うん、なんか僕は悪いと思って悪い想定に、うん、悪い想定を常にしたと。コンペ前の調整とかって何をしてる？指トレとかすると結構調子いいですね。あ、そうなの？本当。そのコンペ2日前ぐらいまでずっと、ね、指トレ。筋トレはさすがにしないです、うん、しないですけど、まあ、指トレとか普通にあんまり抜かないでやると調子いいです、ね。うん、どういう指トレをしてるの？普通に価値課題とか。あ、価値課題。シンプルに保持系の課題やったりして指めっちゃ使うとじゃあコンペの当日の2日前までそれをやって、自分の場合ですけど、はい、で前日はもう一切何もしない。あ、何も、あ、もう、あ、でも走る大会前は走ります。すごいね。え、コンペ前のその期間ずっと走り続けて前日も走って、あ、もう前日はクライミングしないで走るだけ。そうです、そうです。大会前だけだから。そういう調整の仕方があるんだって。じゃあ好きなクライマー。あ、好きなクライマーですか。まあ、まあ、リード好きなんでヤコブ周辺とか。おお、ヤコブ、どこが好き？強い人か。ただ単にリードが最強で、うんうん、ボルダーも決勝のも残ってボルダーもできちゃうんで、ああすごいな。自分もボルダーできるようになりたいね。まあなりたいけど、まあリードでいいかな。リードでいいかなって。そう、気楽にこう挑んでいく必要はないです。まあでも確かに重要かもね。こう一点集中、仲のいいクライマーは、仲のいいクライマーは今泉。そのなんかそのこの場所にいる人間をいつも言う流れがあるけど、別にいいんだよ、気にしなくて。まあ今言うとか、うん、中村隼人。同じ世代。同じ世代としか関わらないです。あ、そうなの？上の先輩とかとはあんまり話さないです。本当は話したい。話したいけど。話したいけど。話すの怖いっす。怖いの？まあ、僕、コミュ障なんで。いや先輩の人と話すの苦手なんです。誰だ、これみんな。普段何のシューズを履いてるんですか？普段はボルダーがスクアマで、うん、リードがあのソリューションのディーブートです。スクアマね、これ来たの。これスクアマです。はい、ソリューションは今日は忘れたと。忘れた。スクアマはそうだよね。ソリューションもスクアマも P3 履いてるから、はい、結構硬さは残る。そうですね、スクアマ柔らかいですね。確かに、スクアマは柔らかいね。なんかこれの、どこがいいの？そうだな。そうだな。なんだろう、ポテ
縦乗りもできて、うん、でなんかある程度硬いんで、なんかリスも本当、うん、安心して乗れるし、あとヒールが本当スポルティバなんで、スポルティバヒールがヒールはスポルティバしっかりしてるんで。痛くない。しかも痛くない。履きやすい。普段何のチョップ使ってるんですか。普段は東京粉末の、なんだっけ、青いやつ。スピードか。スピードの方です。あれだけ。あれだけです。チョークの違いがそもそもわかんない。あ、そうなの。え、じゃあ何、もしかして東京粉末あれ匂いで使ってる。匂い。匂いがいいから。もう別にあんま何でもいいかな。もう匂いが好きだから。じゃああの匂いがなかったら東京まで使ってないってこと。あ、まああとまあ見た目がかっこいい。あ、見た目がかっこいい。あの袋のね、パッケージのね。面白い。全然こだわんないんだ。こだわんないです。今後の目標を教えてください。目標、表彰台優勝、年間優勝、ね。おお。まあステップがもう出かけてるな。表彰台乗って優勝して年間優勝。大学行ってもまだまだやるもんね。まあこっからだよね。代表になれるかが一番心配ですね。じゃあこの人にいろいろ聞いてみたいとか、こういう次インタビュー杉本姉さん。姉さんじゃあなんで尊敬してるんで。いや、クライミングがかっこいいんで。あ、あの人のクライミングスタイルが好き。俺も好き。あの人なんて結構手でかいじゃん。なんかあのこうパワフル感が、そう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 、かっこいいっすね。お願いします。レイさんに何聞いてだろう。いや、まあトレーニング方法もそうですし、クライミング以外のこと。クライミング以外のこと。普段のこととか。ああ、その食事とか、そういうトレーニング。なるほど、そういうの一応参考にしてみたいね。レイさんとか聞けば分かるかもしれないね。杉本レイさん聞いてみようか。じゃあ今日はありがとうございました。じゃあまた、そうだね、国際大会で表彰台乗ったらまた頑張ります。またいろいろ聞こうかな。LCC 頑張んないと。そうだね、とりあえずリードジャパンカップだね。ちょっと応援しますんで、ありがとうございました。今日はチャンネル登録お願いします。